はいみなさんこんにちはレクセン2講師の森山です3ス,ステップ基礎から始めるキーツ式問題解放習得講座今回は私が担当するこちらの講座のお説明をさせていただきたいと思います 本試験が迫ってきましたが記述式問題に苦手意識を感じている方記述のお勉強がまだ本格的に進んでいない方いると思います。この講座では基礎から始めて本試験に対応できるように基準点を突破できるように記述式こちらの解法をお話をしていきたいと思います。まず一つ目の特徴として基礎から応用へパワーアップというふうに書いてありますが3ステップ不動産登記商業登記それぞれ基本問題それからステップアップの問題 で本試験レベルの問題という形で3ステップ用意しております簡単なところでまずは解放というのもしっかりこう説明をして身につけてもらいますでその身につけたはずの解放というものを中級レベルこちらの方で皆さんに練習してもらってで最後 本試験レベルのところの問題の方にえチャレンジしてもらうえこのようにえ段階式にこう無理なくえ解放を身につけられる講座になっておりますえ特にこの基礎の部分においては1からこう解放をお話をしますからそこでえ今まで、えー まあ解放というものをあまり考えてこなかったかもしれませんけれどもその解放というものを身につけて、えー、ちゃんと知識が出せるように、えー、ひな型をせっかく覚えたんだから出せるようにということで本試験で得点できるような練習をしてもらうと、えー、いうことになりますね。で今3ステップというお話をしましたけれどもこの講座は60分の6回と書いてありますが不動産登記が3回商業登記が3回という形でそれぞれステップアップをしていきますので安心してご受講いただければというふうに思いますでその解の放中では、まあ、2番にも書いてあります。 ますけれども、えー、もう本試験で得点できる無理のない、えー、使えるような解法というものを話をしていきたいと思いますですから私の解法というものは東安構成用紙というものを、えー、あまり使いません、えー、本試験でせっかくこう登記記録があるのにそれを移すというのことは二度手間になって、えー、時間かかってしまう可能性がありますですからあメモをなるべく少なくしてまあかといってこう必要なことはちゃんとメモしなければいけませんからあこれはメモするべきですよとかここはここにマークすればいいですよと、えー、そういうところから手取り足取り、えー、お話をしていきたい と思いますで解放というものについては、うん、そううですねもういろんなレベルで解放がありますが例えばちょっとしたことであれば、うん、持ち分に抵当権がついていれば2回に分けて移転するなんてことを想起しておかなければいけないみたいな、まあ、伏線を見つけておくなんて私は言いますけれども登記録を見た段階でこういうところに気をつけておけよとこうなるからみたいなことですねそういうのを論点を喚起しておく練習などもお話をしていきます。商業登記であればば例えば会社の えー、不動産登記で、えー、商業登記のです、ねうんまあ、全部事項証明書がある、えー、会社の登記事項証明書があるときに何を気をつけるのか、えー、例えば合併しているから移転ではないか本店や、えー、それから称号が変わっているから名変ではないかあるいは役員団から利益相反を気にしなければいけないようだとかあこんなところですよね。まあ、商業登記に関して言うと例えばば資本金が4億千万であれば この会社は大会社になるのではないかじゃあいつから大会社になるんだとかああいうふうな形でもう例えば登記記録を見ただけで気をつけておくそれによってかなり後々の展開が有利に働くということがあるわけですねですからそういうことも含めて開放ということをお話をしていきたいと思っているわけです東安構成用紙を使ってですねびっちり書くわけではないですけれどもどこに気をつけるかというところそれをきちんと着眼していくということが必要になっていくわけです で最後、本試験で,です、ね、使える実践的なお話方針です、ね、これを示していくというふうにお話をしてありますがこれどういうことかというと例えば模擬テストなんかを受けると模範回答がありますよねその模範回答通りに書けるのかといったらなかなか書けませんですから例えば資本金の形状に関する証明書であればどういうふうに書けば本試験点数取れるのかとかあるいは添付証明の中に条文,が条文の番号が入っているものについてはそのまま書かなければいけないのかなど 受験生の悩みは多いわけですですからあここまで崩して書いていいよとかあこれは許容範囲だよみたいなですねそういう方針ってあるわけですよですからそういうことも問題で触れる範囲で示していきたいというふうに思っておりますこれがま3ステップ基礎から始める記述式問題解放習得講座の説明ということになります で本試験では記述式のところでしっかりこう基準点をクリアしなければいけませんから、まあ、苦手意識を抱いている方あしっかり解放を身につけていただいてもうせっかく知識を身につけたせっかくひな形を覚えたわけですからあそれがしっかり得点化できるようにしていただければと思います。では直前期、一緒に頑張っていきましょう。